今回紹介する作品は、日本画家東山魁の作品です。作品題名は、北国の森です。技法は木版画です。それでは東山魁の紹介をしていきたいと思います。日本画家東山魁は、神奈川県横浜市出身の日本画家です。昭和を代表する日本画家の一人で、風景画の分野では国民的画家と言われています。東京美術学校、現在の東京芸術大学日本画科へ進学します。その後、日本画家の結城蘇明に師事します。そして東山魁は1950年、42歳の時に道という作品で風景画の巨匠としての第一歩を踏みます。その後、東山魁は1999年、平成11年に91歳で亡くなります。それでは作品を見ていきましょう。まず、この表紙に、北国の森、東山魁と大きく題名が書かれてあります。そしてその下に画集東山魁四季木版画毎日新聞社と下の方に書かれてあります。これは東山魁の四季という画集の中に入っている木版画の北国の森ということになります。決して木版画作品が単体であるのではなく、東山魁の四季という画集の中に入っている木版画作品であるということです。それでは作品の中身を袋から出してみましょう。これが木版画作品です。ここに印画をしてあって、サインはないんですけれども、印画をしてあります。これは、中に K と書いてあって、その外側に H と囲ってあるんですけれども、これは KH の主文法印というものになります。これは東山魁本人が押した、印になります。これがこの木版画作品のサインになります。東山魁が押した印です。で、作品をよく見てみると、外側の枠の部分がシミになっているのがわかります。多数シミがこのようにできてしまっています。非常に残念です。で、この作品は1974年に制作された作品なので、東山魁は1999年に亡くなっているので、亡くなる25年前に制作された生前作のオリジナル木版画になります。裏も見ましょう。裏はこのように白紙です。で、この木版画も
ペラになっていて、このようにめくれるようになっています。後ろはこのようになっています。少し表紙が写っています。版画作品であることがわかります。ということで、今回は日本画家東山魁の作品を紹介しました。以上です。ご視聴ありがとうございました。